2006FIFA フフワールドカップを記念して、ドイツテレコムのコーポレートカラーのサッカーボールに変身したベルリンテレビ等ドイツテレコムは、ドイツボンに本社を置く電気通信事業者。フランクフルト証券取引所、ロンドン証券取引所上場企業。もともとは、旧西ドイツの郵政通信公社であったドイツ連邦郵便が母体だが、1989年に分割により、 ドイツ連邦電信電話会社となり、1995年に民営化された。民営化にあたって CI カラーを混ぜたとした。かつては株式を東京証券取引所第一部ニューヨーク証券取引所にも上場していたが、2010年4月上場廃止申請を行うことを発表した。2006年現在欧州で最大の固定系電気通信事業者であり、欧州では 単に、テレコムと呼ぶと、同社のことを指すほどの知名度を持つ。近年は、日本の NTT 同様、インターネットサービス分野に力を入れている。ただ、旧東ドイツ地域では、インフラの整備が遅れている。ベルリンのシンボルで、かつての東ドイツ政府が建てたテレビ塔、ベルリンテレビ塔を所有、管理している。また、かつて自転車ロードレースのプロチーム。 チームテレコムのスポンサーであり、その後も子会社である T モバイルが2007年までメインスポンサーを務めていた。2009年、フランステレコムとの合弁により、イギリスに携帯電話事業者の EE を設立したが、その後2016年には BT グループに売却した。拠点のある国日本では1990年に日本法人のドイツテレコム株式会社を設立して、 活動を開始。1999年に特別第二種電気通信事業者、2000年に第一種電気通信事業者の免許を取得した。マイラインにも発足当初から参加していたが、2002年に子会社として T システムズネットワーク、サービスジャパン株式会社を設立し、マイラインの対象となる国際電話サービスを含む一般向けサービスを同社に移管。 ドイツテレコム株式会社としては撤退している。同社はドイツ、またはイギリス契約の T モバイルの SIM カードの販売や対応端末の販売などを行っている。取扱い端末の一部に SIM ロックがかかっているものも存在する。日本国内では SIM ロックのない WCDMA 端末であれば NTT ドコモのフォーマもをソフトバンクのネットワークにローミング可能である。 なお、アメリカ合衆国の T-Mobile US ロンツの周波数帯は、全国的には北米だけの AWS バンドで、2012年秋より PCS バンドでの展開が始まっている。したがって、端末が実際に 3G サービスを利用できるか、どうかは T-Mobile US のカバレッジマップでチェックする、必要がある。ありがとうございます。